はい、こんにちは。新町 TV へようこそ。本日ご紹介する商品は駆動車さん製のポータブルドライブ CDRW-DVD 付き外付けプレイヤーになります。ですね、今回は、USB2.0 の対応のものですから非常に値段の方が安くなっております。送料込みで1399円。DVD ですとかですね、その最近ついてないですから、プレイヤーが、そういうパソコンには非常にお勧めできる商品だと思います。で、Amazon のベストセラーポータブルプレイヤー部門、本日が5月6日の今3時過ぎの時点のベストセラー1位となっております。外付け記録型 CD ドライブですね。はい、それでは開封していきたいと思います。はい、それでは開封してまいります。発行はこんな感じです。非常にシンプルですね。内容物はマニュアルですね。英語です。あと緩衝材で、 USB ケーブル1個で、2個ですね。2本入りです。はい、でこちらが本体です。サイズはですね、マウスがこれぐらいで、本体がこれぐらいです。でこちらの方に滑り止めが4つついてまして、そうですね、滑らなくなってます。開封した感じはこのような感じです。それでは、パソコンの方に接続してみたいと思います。それではパソコンの方に接続していきます。パソコン、こちらの OS は Windows 10になります。はい、接続しました。まあ挿すだけですね。本当に今簡単です。ちゃんと認識されてます。はい、それではDVD を入れてみます。開けた感じはこんな感じですね。はい、認識されましたので、DVD、入れてみました。ここで注意が必要です。ですね、リージョンコードが1アメリカ仕様なので、こちらの設定を変える必要があります。それについてはですね、ググって調べてみてください。簡単にできます。まあ5回しかできませんので、実質あと 1,2,3 回になりますね。日本の DVD 見るだけでしたら、もうこちら2に変更すればもうそれでいじる必要はないと思います。他のソフトについてはもう問題なく認識してます。はい、で Windows 10はですね、DVD に関しては非常に不親切ですので、おそらくアプリケーション入れた方がいいと思いますね。無料のものがダウンロードできると思いますので、そちらの方もググってみてください。はい、で今回私が使ったのはこちらですね。このアプリを VLCX メディアプレイヤーですね。でメディアからディスクを開く、で DVD で再生で、こんな感じで再生できます。はい、大体そんなところですね。まあお値段の方が安いんで、まあ本当に過去、まあ、最近本当にこの DVD を買われる方も少ないと思うんですけども、過去の DVD を最近のDVD 再生機能のないパソコンで見ようかなと思う時には1399円、送料込みで買えますので、もし必要な方は購入されてはいかがでしょうか。まあ、そうですね、あとはまあバックアップするにも DVD にやっとけばいろいろバックアップできますので、そちらに使うのもいいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか、本日の動画。ですね、もう DVD とか CD がもうそろそろメディアとして使われるない時代になっていくのかなという、ちょっと寂しいような気分もしました。 Windows 10は本当にこの円盤系のメディアにはあんまり力入れてない感じですね。今後もまあやっぱり SD カードとかそっちの方に移っていくのかなと、あとまあクラウドですね。
介します。まあ、最初に私が CDR を買ったのはもう今から15、6年前ですけども、当時6万円くらいしましたので、まあ、あともう円盤1枚焼き損じたら5、600円損するっていうような、そういう時代でしたので、まあ、考え深いものもあります。はい、ではもしこの動画がよろしければ高評価、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。